今日はあの大物の話でやってるんですけど、大物、はい、お二人の周りにはたくさん大物がいらっしゃると思います。そうですね、事務所の先輩はもう、はい、ね、はい、ちょっと事務所の先輩エピソードとかありますか。もうあの人は本当大物だと思う。いや僕この間初めて、うん、尊敬する先輩が桜井くんなんですけど、うん、嵐の桜井さん、はい、うん、あの初めてご飯に連れてってもらって、うん、え、マジっすか。でいろんな話を、うん、結構ガチな話をしたんですけど、おー、へー、どんな話をするんですか。やっぱりちょっと続いてのニュースはこちらみたいな。プライベートまでキャスター。プライベートはそう普通の普通のって言ったらあれですけど、うん、あの本当にすごい、あの年が離れた弟さんがいるらしくて、あ、そうなんだ、ね、僕と同い年みたいなんですよ。僕と同い年ぐらいの弟さんがいて、本当にお兄ちゃんみたいな存在で、うん、でもやっぱり先輩は先輩なんで。なるほどね。あのグループのこととか、うん、これからの仕事のこととか、すごくあの深いことまで親身になって聞いてくれましたね。へえ、すげえ。考え方がすごい似てるって言ってくれて、ああそうなんだ、はい、いやいやいやとか言いながらも、うん、心の中ですごい嬉しかった。緊張するんじゃないですか。緊張しましたね。緊張しそうだね。ものすごい緊張しましたけど、すごくあったかくて、うん、優しい人でしたね。あ、なるほどね。しっかり頭のいい人ですよね。頭いいですね。僕もこの間あの年末かオリコンの売り上げとかね、このランキングで嵐がもうとにかく 何部門でも取って、はい、で表彰式があったんですけど、その時の MC でいろいろこうインタビューさせてもらったんですけど、あ、そうなんですか。桜井さんは本当頭がいいなって思いました。そうですね、なんか喋ってるだけでも、はい、うん、そのなんか頭の良さが伝わってくるというか、伝わってくるよね、はい、うん、こう嵐としてどういう風に言ったらいいのかとか、自分としてはこういった方が多分記者の皆さん喜ぶんじゃないかとか、うん、ちゃんとバランスを見ながらね、言葉選びがすごいです、ね、言葉選びがね、それを一瞬でやってるのがまたすごいですね、はい、でまたそこで風磨さんにねその話を聞いたりとか、兄貴肌なところを見てたりとか、いろんな話聞いてもらったり、話をしてもらって、昔の話とかも聞かせてもらって、すげえ驚く話がいっぱいあるんだろうね、きっと ね大学の先輩でもあるんで。ああそうか、そうなんですよ。ああ、じゃあそういう学業についても、そうなんですよ、大学の話とかも相談乗ってくれたり、はい、勝利ちゃんはじゃあ誰でしょう、いっぱいいますが。そうですね、あの紅白だと、うん、中居くんに、うん、メンバー全員分お年玉をもらいました、ね、うん、うわ、すごいですね。すごかったですよ。すごいですよ。あ、そう、結構、はい、それは終わってから、終わっ、あの始まる前、うん、かな、始まる前にもらって、終わったら開けてくれって言われて、で、まあ、それはマネージャーさん越しにもらったんですけど、うん、終わった後開けたら、一、うん、人だけ、うん、いいよそれは、一人だけ値段がその10分の1だった。はい、それをなんかくじみたいな感じで選んで、はい、だから本番前に選んで一人だけ違う人がいるってなって、うん、はい、そういうところも遊び心を出してくるんだ。 それかっこいいですね。なんかロシアンルーレットじゃないけど、はい、そうなんです、一人だけ少ないよっていう中身がね、はいはい、誰に当たったの。結局勝利だった僕です、はい、あ、そう。でも、うん、運がいいのかなとか、逆にね、はい、5分の1じゃないですか。そうだよ、なんか一人だけなので、うん、逆になんかラッキーだったなと思うようになります、ね、うん、そうですね。中居君自身も、うん、中居さん自身もその後一緒にテレビ出させていただく機会があったんですけど、うんうんうん、その時に勝利が聞いて、うん、そしたらなんかこうそれを運がいいと思うのか悪いと思うのか自分次第だとこの1年でこの1年を通してそこで運を使わなかったってことはもしかしたらいいことが待ってる。なるほど、そうか、はい、他のところでね、おっしゃってました。そういうのがなんか素敵です、ね、大物で遊び心があるなって。本当そうですね、はい、でもすごいですよね、オーラがスマップさんは。あ、そうすごいですよ、うん、すごいですね。それ年末恒例なんですか、そのお年玉は。お年玉はそうですね、はい、紅白にだからなんか中居さんはその、うん、大晦日に一緒になった後輩にはあげるようにしてる。あ、なるほど。じゃあなるべく一緒になった方がいいね。そうですね、なるべくついていくような感じ、ね、できれば、はい、そうですね、できる限り、ね、嬉しいですね、はい、スマップは大物ですか。大物ですよ。雰囲気がすごいですよ。